1446年のフリードリヒ3世の記録に施された彩色 a e o u はハプスブルク家の神聖ローマ皇帝フリードリヒ3世が好んで用いた逆語句。彼は建設したウィーナーノイシュタット城やクラーツ、大聖堂などの建築物や自身の食器などあらゆるものにこの文字列を刻んだ。1751年にウィーナーイシュタットのテレジア軍学校の標語として 採用され、現在まで用いられている。フリードリヒ3世が用いた AEIOU のモノグラムの図版メラーノにある人形 AEIOU が刻まれている。フリードリヒ3世は1440年にローマ王に選出される以前からこの標語を用いている。その意味を彼はほとんど説明しなかったが、死の直前に全世界はオーストリアに属するの略であると述べている。 他にも AEIOU の解釈について様々な案が提示されている。例として以下のようなラテン語の文例が論じられている。現代に至るまでに実に300ものドイツ語もしくはラテン語による解釈が提案されてきた。そのほとんどはオーストリアもしくはハプスブルク家を称える標語となっている。ありがとうございます。